Thank you.
今お届けしたのは、また松尾雄三作曲の曲でした。タイトルは何という曲ですか？ちゃんとっていう曲なんですけど、はい。まあ、ちゃんとっていうのは詠唱っていうことで、僕もよく分かってないんだけど、あの吟遊詩人とかが多分あの物語を歌に乗せて語るようなことを詠唱っていうんじゃないかな、うんうん、そういうイメージ感じ、はい。あのすごい難しい曲ですけれども、難しいよね。聴いてる人があまり難しく感じなければいいなと思って聴いてますけど、ちゃんとという曲でした。はい、はい。では次の曲はこれですかね。はい、ね。では次は僕の曲をまたお届けしようと思います。The Wind of Tarif という曲名なんですけれども、あ、ウィンドウだ、ウィンドウ、窓の方ですね。タリスっていうのは、オランダのアムステルダムからパリをつないでいるという列車で、ヨーロッパを選択していただく気持ちで見ていただければと思います。話すと長くなったよね。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。僕が作った運動歌という曲をお届けしました。次もユードのオリジナルということですね。うん、また、そういう運動作曲の新曲ですかね。新曲。まあ、そうかな。書いた。5月、6月ぐらい。はい、無題ですか、まだ。まだ無題ですね。うん、タイトルはじゃあ募集。しない。うん、いや、募集してもいい。あ、しても募集しても聞いてるのに。採用されるから。聞いてもいい。いやいや、そんな上からな。そうですけど。じゃあ、全くのイメージもなしで、まあ、お届けしましょう。そうですね。はい。まあ、なんてことないってことですけど。なんてことないってことですよね。なんてことないってことじゃあ、舞台をお届けします。Thank you.
は後で見に来てください。松尾優斗の曲をお届けしました。じゃ次が最後かな。最後ですね。8時までには完全終了しないといけないなので、では本日は誠にありがとうございました。お越しいただきまして誠にありがとうございました。僕はこの後もね、ライブザライフと来ます。違うギタリストとまたツインギターデュオというのがもう二方お招きする予定ですので、それぞれのキャラクターは全然違うので楽しんでいただけると思います。それ他にもね、トランペットとかサックスとかコントラバスとかエレキベースとかも呼んでくるので、いろいろバリエーション豊かにお届けできると思いますので、ぜひチェックしてください。今回のゲストっての楽しみなので、今回も素晴らしいミュージシャンは松尾優斗でした。ありがとうございます。ありがとうございました。では今日は最後にこれでいいんですかね。なんか別のでもいい、何でもいいって、何でもいいですよ、うん、別に。なんだろう、いや、じゃあこれにしよう。うん、いいよ。じゃあ非常に皆さん馴染みがあるでしょう曲を最後にお届けします。カーペンターズのクロスというを聴いてください。
がとうございました。松尾裕道、鈴木直人でありがとうございました。次回は、次回もチェックしてください。いいことになりがとうございました。